早川隆久は、千葉県三部郡横芝光町出身の、プロ野球選手、左投げ左打東北楽天ゴールデンイーグルス所属。横芝光町立城坂井小学校1年生の、時に、城坂井ソフトボールクラブでソフトボールを始め、横芝光町立横芝中学校では、軟式野球部に所属。木更津総合高等学校に進学し、 一年夏は肘を痛めて外野手として出場した。一年秋から背番号10を背負い当初に復帰。一学年上に鈴木健也がおり、自身が先発して終盤に鈴木につなぐ系統策で周期大会を勝ち上がり、二年春の第87回選抜高等学校野球大会に出場。岡山理財布との一回戦に先発し、七回三失点で、 勝利投手となった。二回戦で、堀内健吾、鈴木翔平擁する静岡と対戦。先発したが六回途中四失点で、チームも敗れた。二年秋から背番号一を背負い、千葉県大会と関東大会で優勝し、三年春の第88回戦抜高等学校野球大会に出場。札幌第一との一回戦で一失点関東勝利。二回戦で、 高山祐希要する大阪桐蔭と対戦し、2試合連続の1失点関東勝利でベスト8に進出。準々決勝では、久喜竜平、松尾大賀、田浦文丸要する修学館と対戦。8回まで無失点に抑えたが、1点リードの9回裏に連続で敵自打を打たれ逆転サヨナラ負けを喫した。3年夏の千葉大会の準々決勝では、 東海大市原防洋と対戦。金久保優と島高明のリレー相手に5安打カンプで1から0で勝利した。同大会を優勝し、第98回全国高等学校野球選手権大会に出場する。唐津商業との初戦では2安打カンプで勝利。3回戦で堀水木擁する広島新城と対戦し、2試合連続となるカンプ勝利で、 春に続いてベスト8に進出した。準々決勝では、今井達也要する作新学院と対戦。序盤に、イリエ大聖羅に2本の本塁打を打たれ3点を失い、その後は無失点に抑えたが、打線が相手エースの今井に1点に抑え込まれ敗戦した。大会後は、U18 アジア選手権の日本代表に選出され、セミファイナルラウンドの中国戦に登板した。 その後は瀬田大学に進学し、1年春からリーグ戦に登板。3年春からエースに成長し、秋の日米大学野球選手権大会に選出され、最優秀投手賞を受賞した。4年生となった2020年8月10日の明治大学との対戦で、自己最速となる時速 155km を記録。その後、9月10日にプロ死亡届を提出した。 4年秋の東京六大学野球リーグでは46イニングを投げ74奪三振、6勝0敗、防御率0.39の圧倒的な成績を残し、ベスト9を獲得、リーグ優勝に大きく貢献した。リーグ通算53試合、14勝12敗、218回、2、3、275奪三振。 防御率2.512020年10月26日に行われたドラフト会議にて東京ヤクルトスワローズ、東北楽天ゴールデンイーグルス、埼玉西武ライオンズ、千葉ロッテマリーンズの4球団から1位指名を受け、抽選の結果楽天が交渉権を獲得し、11月24日に契約金1億円、年俸1600万円で仮契約を結んだ。 背番号は21となった。2021年、開幕カード3戦目である3月28日の対、日本ハム戦でプロ入り初登板初先発し、6回を投げて無失点の高投で初勝利を挙げた。以降も一軍の先発ローテーションに定着し、5月16日のオリックス戦で9回98球でプロ初完封勝利を挙げた。 100球未満での新人の完封は2010年の阪神、秋山匠以来15人目の快挙を達成した。しかし6回に捕まるケースが多く完封勝利以降の先発当板では打ち込まれる試合が増え、6月25日に初の登録抹消となった。当初は最短での一軍復帰を予定していたが、そのまま一軍当板がなく、前半戦を終えた。 後半戦の開幕とともに先発ローテーションに再び加わるも打ち込まれる試合が続き、7試合連続で白星から遠ざかっていたが、9月14日のオリックス戦で3ヶ月ぶりの8勝目を挙げた。球団新人投手では2013年、則本隆弘以来、球団左腕では2011年、塩見隆弘と2019年、 唐島渡るの9勝を上回り史上初となる2桁勝利をかけ、シーズン最終戦では1点ビハインドの4回表からプロ初のリリーフ登板となり、3イニングを無失点に抑えたもののチームは勝ち越せず10勝目を挙げることはできなかった。大学時代に最速時速 155km を計測した左腕、カーブ、スライダー、カットボール、チェンジアップなどの変化球を持つ。 早川自身はセールスポイントして打たせて取る投球を挙げる。50メートル走6秒4、遠投120メートル、握力は右58キログラム、左60キログラムの身体能力を持つ。目標とする選手にダルビッシュ有、田中正宏、前田健太を挙げ、球界を代表する投手になることをプロの目標としている。好きな食べ物はカレーライス。 好きな音楽はユズの栄光の佳境。特にはイントロクイズ。ありがとうございます。